はい、どうも、テラクサリー、テラコスタでございます。今回もですね、Excel スケジュール管理表の作り方についてやっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、今回なんですけども、1月のスケジュール、2ヶ月のスケジュール、3月のスケジュールをですね、作っていきたいとした場合にですね、まあ、できればですね、いちいち一個ずつ日付を作るんではなくて、こういうドロップダウンリストを作って、適当に入れることによって、まあ、日付を変えていきたいなっていうところがあると思います。まあ、ただ、日本のですね、日付、年月日っていうものは、月が変われば日にちが変わるっていうようなシステムになってます。例えば1月1日とかであれば、1月31日までありますよね。ただ、2月になるとですね、2月28日までとかだったりとかしますよね。ウルード氏を除いて。その時に、いちいち書いていくよりも、こうやってですね、ドロップダウンリストを用いてですね、こう、31日までかあったのを、まあ、28日までにする。もしくは、こういう4月とかやった時にですね、30日までにするっていう風にできたら、面白いっていうか楽だと思います。で、まあ、今回はですね、こういった形のものをどうやって作るのかっていうものをですね、ご紹介していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では作っていきたいと思うんですが、まあ、適当なところをですね、まずクリックしていただいて、このタブの中のですね、データタブをクリックしていただいて、データの入力規則で設定の中のすべての値をですね、リストに変えてください。で、今回ですね、半角でここ入力していただいて、1/1ってやつ、1月1日っていう形になるんですね。で、この法則に従って2/1ってやると2月1日で、3/1ってやるとですね、3月1日というふうな形になります。これね、12月まで続けていただければと思います。で、今回ね、めんどくさいので一回省いて3月までの、表として作っていこうと思います。あ、4月1日まで作っておきましょうかね。はい。というふうに、今、作ってですね、OK をしてください。1/1カンマ、2/1カンマというふうにですね、日付ごとにカンマをですね、つけるような癖をつけていただければと思います。ではやっていきましょう。ドンと。やることによってですね、ここにですね、1月1日、2月1日、3月1日、7月1日というようなトップダウンリストが作られましたよと。ただですね、これ普通にやってしまうとですね、ここに1月1日って書かれてしまうんですね。できれば何月っていうような形でですね、表記していただきたいので、まあ、ここをクリックして、タブのホームタブ、そして、ここのですね、ユーザー定義。で、その他の表示形式をクリックしてください。で、まあ、今回、この日付まで表示されてますけど、この日付をですね、消していただければなと思います。で、OK ボタンを押していただければ OK です。で、それと連動、ここのね、ドロップダウンリストのですね、ものと連携させたいので、まあ、適当なところをクリックしていただいて、イコール、これと。ね、ドロップダウンリストの、あれに合わせますよと。いうような表記をしてください。で、ただここ1月になっちゃうんで、ここに関しては、日にちまで、出た方がいいので、またですね、ホームタブの数値のユーザー定義の中のその他の表示形式。で、ここなんですけども、ここにですね、先ほど、消したものをですね、入れていただければなと思います。D、ダブルクォーテーション、全角にして、日、そして、半角にして、ダブルクォーテーション。で、OK というふうにやってもらえれば、ここがですね、合皮表示になります。これはね、月だけでいいんですけど、これは合皮表示にしてください。そしたらですね、イコール、この日付より1日多い日付を表示してくださいというふうに入力します。
そしてですね、1月1日の次、1月2日まで出てきます。そしたら、下までぐーっとやってですね、多分31ぐらいまで、ずらっと、やると。で、33か。33までずらっとやるとですね、連番で、その、1月までの、1月の、その、合皮が表示されますよと。何月何日までと。よろしいでしょうか。で、ここまで作ったら、ここにですね、2月1日と入れてもらえれば、2月1日始まりから始まって、2月28日、そして余計な3つが出てきますよと。で、ここで気をつけてほしいのが、で、2月って、ここにドロップダウンリスト入れたんだけども、3月まで出てきちゃうんですよね。このまま連番でやってしまうと。なので、2月の時は、31日まで表記しないでほしいと。ね、28日しかないんだから、そうしてしまうと3月1日から始まってしまうよと。で、ここをですね、そういうふうにしないために、ここに関数を入れていきます。使うのは基本的に if 節ですね。if 節を使うのと、あとは、month 関数ですね。マンス関数。要は、2月の月じゃなければ表示しないでくださいね。空白にしてくださいねっていうのを、まず作っていきたいと思います。で、その、前のセルと同じ月でなければ表示しないでくれっていうことなので、とりあえず2月をベースにして、マンス、31日の日付と同じ日付、31日に、プラス1したセルの月が31日と同じ月であるならば、そのセルの1日多い日付を表示してください。そうでなければ空白にしてください、お願いしますっていうふうにですね、入力すると、こういうような表示になってきます。で、これをですね、下までやるとですね、33と34が表示されないっていうようなエラーが出てきます。前のセルなんで、1個空白になっちゃうと、ここに同じ式を入れてしまうと、そもそもここに日付が入ってないものだから、どう表示していいかわかりませんよっていうようなエラー数字が出てきます。なので、28日の29日以降のものも空白にするためには、ここでまたですね、if 節を使わなきゃいけないことになります。前の式をそのまま使っていただいて、ここにまた if 節を入れるんですね。で、カッコとやって、ここのね、A の32番が、イコール、空白ならば、空白にっていうようなものを作ります。で、そのままここね、気をつけてほしいんですけども、括弧はですね、一番最後につけますよというところで、このね、最初の if 節のところですね、A の32が空白だったら空白にしてください。で、さらに、カンマを打つってことを注意してください。で、これをね、カッコとかにしてしまうと、数式違いますよというふうにエラーが出てきますので。で、これをやることによって、上が空白だったんで、空白になりますよっていうような数式になります。で、エラー数字がなくなります。これをやることによって、1月1日の場合には31日まで出てきます。なぜなら上の月と同じ月が出てくるからです。
で、2月1日になると2月28日まで表示されますよと。で、4月であれば30日までですよと。で、これ以降だと5月になっちゃうんでね。だから表示されませんよっていうものになります。こういった形でですね、マクロを使わずに、関数だけで、毎月のですね、データをその月分作ることができますよっていうところを覚えていただければなと思います。ということで今回はここまでの動画になりますので、この動画がためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録を、よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。